プランテンは、和尚族の双本植物の一種の通称である。バナナと異なり、一般には料理に用いられる果物である。多くの市場では、バナナと明確に区別されて扱われているが、交雑種には一般的でない多くの種類があり、区分は不明瞭である。バナナとプランテンの際は、植物学上の正式な分類ではなく、果実を、 どのように消費するかによりいずれの語が用いられるかが決まり、用法としては文化や分野によって変わるものである。また、品種群の一つとしてプランテンが存在しているため、競技においてはこちらを指す。日本語では料理場所をクッキングバナナ等と表記されることもある。北米では導入当初バナナプランテンとされ、アメリカ合衆国とヨーロッパではバナナがこの種のものも指すようになった。 バナナは時々他のプランテン品種も指すようになり、各地で使用法や性質を反映して、クッキングプランテン、バナナプランテン、ビアーバナナ、ボグカディーヨプランテン等と呼び分けられた。左からプランテン、レッドバナナ、アップルバナナ、キャベンディッシュサババナナプランテンはバナナよりも硬く、糖分が少ない。また、生殖されるバナナと異なり調理するなどの過程を経て、 食用とされ、それは緑に熟したもの、未熟なもの、澱粉の粉、熟しすぎて甘みが出たものであるかを問わない。生理的熱量は平均220キロカロリーに達し、カリウムと食物繊維の良質な供給源である。熱帯地方の主食であり、主食としては世界第10位に位置する。味や食感を含めてジャガイモと同様に扱われ、 未熟なものはふかす茹でる揚げるといった調理法が取られる。赤道地帯のアフリカやアンデス地方では一般的な主食である。一年を通して結実するために食料として魅力的であり、どの季節でも信頼のおける主食となった。これは特に食料の保存、貯蔵、輸送が技術的に適応し難い産地や森林の地域社会では重要な要素である。 アフリカでは7000万人以上の炭水化物の必要量である25%以上がプランテンとバナナによってまかなわれている。場所属はすべてマレー諸島を含む東南アジアと北オーストラリアを含むオセアニアの熱帯地方に由来する。カール本林にはバナナをデザートに用いられるものと食事用のものの2種に分類した。その後両者は共に マレー山マ場所と琉球場所の交雑種であることが知られるようになり、学名はムーサ・パラダイス薬科となった。大半のプランテンはアブ型の一質三倍体であるが、プランテンとして大まかにくくられるものには、サババナナ等アブ型のゲノムを持つもの、重要な経済作物である東、アフリカ高地系バナナを含むトリプル a 型のものと、アブ型の一部として太平洋型に分類される、 品種群が存在する。パクーの焼き魚の上に添えられたプランテン中央アメリカ、カリブ海の諸国では単に炒めたり、茹でたり、スープの具として扱われる。インドのケーララ州では、熟したプランテンを蒸したものがポピュラーな朝食である。ガーナでは、茹でたプランテンをコントミレのシチュー、キャベツのシチュー、ファンティファンティと呼ばれる魚のシチュー等と共に食する。 茹でたプランテンをイモのペースト、胡椒、玉ねぎ、パーム油と混ぜることでえとという料理になり、アボカドとともに豚肉以外と食される。熟したプランテンを炒め、黒目豆とともにパーム油で調理したものがポピュラーな朝食である。ガーナの軽食であるケレウェレは、香辛料で味付けした熟したプランテンをパーム油や植物油で揚げたものである。 アメリカ合衆国南部では、しばしば炙り焼きにされる。ナイジェリアでは、茹でる炒めるくといった調理法が用いられ、焼いたプランテンはゴリと呼ばれ、パーム油やピーナッツ類と共に食される。グアテマラでは、茹でるか炒めるかされるが、特に茹でたものをすりつぶし、甘く味付けした黒豆を詰め、ひまわり油かコーン油で揚げたものが、レジェニートスデプラタノというお菓子として知られている。 皮を剥いた、熟した、プランテンを砂糖とシナモンと共に煮込んだ飲料がアトルデプラタノである。キューバ、ドミニカ共和国、プエルトリコでは、茹でてすりつぶしたものを目玉焼きと共に朝食にする。プランテンは、その成熟過程のすべてにおいて、調理の対象となり、売れすぎた、プランテンは生食も可能である。プランテンが熟するとより、甘みが増し、皮は、 バナナと同様に緑から黄色を経て黒く変化する。緑の時期には硬くでんぷんが豊富であり、じゃがいものような風味がある。黄色になると柔らかくなり、でんぷんは豊富であるが、甘くなる。とてもよく熟したものは、さらに柔らかく、果肉は濃い黄色になり、より甘みが増す。黄色から黒の時期のプランテンは、デザートとして用いることができる。蒸し焼きにされたプランテンは、 幼児と老人にとっての栄養食と考えられている。離乳食として、熟したものに塩ひとつまみを加えてすりつぶしたものを使うこともできる。皮を剥いた時に出る果汁は衣服や手にくっつき、これを取り除くのは容易ではない。ケーララ州では、大型の黄色く変色したものを粘土卵と呼び、広く販売されている。熟したものは旅行者にとっては便利な軽食である。 ケーララでは多様なバナナチップスが軽食として使われており、厚切りにしたものをギリでソテーにしたものも一般的である。プランテンは乾燥させて、これを引き粉にすることもある。主要な栄養成分は水分10.62%、タンパク質3.55%、脂肪1.15%、炭水化物81.67%、 海分3.01%である。インド南部では粉にしたフェンネルシード少々と混ぜて牛乳か水で茹で1歳までの子供の食事としている。プランテンからバナナビールやバナナワインといった醸造酒を作ることができる。ペルー料理にはジャポと呼ばれる水と砂糖で煮詰めたプランテンのジュースがある。バナナチップス熟していない果実の皮をむき、 1>, 1から2ミリメートルの厚さでスライスしたものを油で揚げたもの。中央アメリカから南アメリカ大陸にかけてトストーネ等の名で知られる料理であるキューバ、マリキタス、またはシーカーリータス、プエルトリコ、プラタナターズ。キューバ、グアテマラ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、プエルトリコではトストーネは特に薄く二度揚げしたものを指す。コロンビア料理では プラタニートスとして知られ、スペイン風、サワークリームと合わせて、軽食として食べられている。トスターダは熟していない緑のプランテンを切り、揚げて平らにし、二度揚げして塩をまぶしたものである。これは、他のラテンアメリカ諸国ではトストーネあるいは、バタコーンとして知られている。ハイチでは、同様に輪切りにしたものがバナンフリーと呼ばれる。縦方向に薄切りしたものはシーカーリータス、または、 マリキタスと呼ばれる。共に一般的な軽食あるいは前菜である。ガイアナとガーナではプランテンチップスと呼ぶ。エクアドルとペルーではチフレスである。インドのケイララ州ではココナッツオイルで揚げ塩を振ったものをウッペリ、またはカヤバラズラと呼び一般的な軽食となっている。最食の宿園であるサディアにおいても重要な食材である。 この緑のプランテンから作られるポテトチップスと同様の硬いチップスは分類としてはプランテンチップスとされている。ケーララ州とタミルナード州ではバナナが栽培されプランテンチップスの製造が産業となっている。ケーララでは各種のプランテンからチップスを作っている。通常は薄切りをココナッツオイルで揚げ塩か香辛料もしくはその双方で味付けする。 シャークラワーアーティは、ジャッガリーでコーティングし、生姜とクミンの粉末をまぶしたものである。タミル・ナードでは、緑のプランテンをとても薄くスライスしたものが一般的である。ケーララと異なり、油は、ココナッツオイルではなく、塩、チリパウダー、アサフェティダで味付けされている。インド中西部のマラーティー語では、プランテンを、と呼び、チップスがよく作られている。ホンジュラスでは、 タハダスと呼ばれる。より甘みの強い果物で作られるとバナナチップスとなる。また、縦方向に切ったものはプランテンストリップスとして知られる。プランテンチップスはアメリカ合衆国、インド、エクアドル、ガーナ、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、コロンビア、ナイジェリア、ペルー、ホンジュラス、メキシコ、ジャマイカ、ハイチ、プエルトリコその他カリブ海諸国で。 一般的な食物である。プラタノスマドロスは、熟したプランテンの皮を剥き、厚さ3ミリメートルから2センチメートルぐらいで切った、ものを油をひいた鍋で炒めたものである。ドミニカ共和国、ハイチ、エルサルバドル、グアテマラ、エクアドル、ホンジュラス、パナマ、ペルー、コロンビア、キューバ、スリナム、ニカラグア、プエルトリコ、ジャマイカ、トリニダードトバゴ、 英語圏のカリブ海諸国、アルバ、ニカラグア、ベネズエラといった国々で好まれる料理である。コスタリカでは砂糖が振りかけられ、ナイジェリア西部では炒めてスライスした類似するものが、ド々ドと呼ばれ、カメルーンではミソルとして知られる。ベネズエラでは厚さ 3mm から 4mm で縦方向に切ったものを黄金色になるまで炒めたものが、タハダスといい。 国民食とされるパベジョンクリオージョに組み込まれるほど広く普及している料理である。ガーナでも、フフやバナナチップスと同様に好まれる料理である。ドミニカ共和国、エクアドル、コロンビア、ホンジュラス、ベネズエラではオーブンで焼いたものも同様に食されている。緑のプランテンには塩のみが加えられる。アロス・アラクバナ・フィリピンではバナナ級が一般的な軽食である。 バナナ級はバーベキューとの混成語であるが、串に刺したバナナを焼くものではない。未熟なプランテンの新鮮なものの皮を剥き、温かい油を用いて、中火で炒めた後に串に刺して売るものである。作り方は二通りあり、一つは油の中にブラウンシュガーを共に入れ、生のプランテンを直接キャラメリゼするもの。もう一つは、炒めた後に油受けに油を移した後、制白糖を。 たっぷりと振りかけるものである。ミンダナオ島では、ジナンガンという名で知られる、炭火焼きの焼きバナナが存在する。フィリピンのプランテンは、サババナナという別種であり、ラテンアメリカの同類よりも10の13センチメートルほどと、小ぶりでかどばっている。熟したものは、デザートや菓子を作り、しばしば単純に茹でたり、シロップ付けにしたり、縦にスライスして、 炒めたりした上から砂糖を振りかける。広く食される料理として、砂糖抜きで炒めたものが、現地化したスペイン料理のアロスアラクバーナに用いられる。ピカディーをに味付けした牛、ミンチ、白米、目玉焼きに揚げ、プランテンが添えられる。同様に普及しているものとして、メリエンダとして、ドゥロンがある。これは、熟したプランテンをスライスし、ルンピアの皮で巻いて揚げた後、 ブラウンシュガーでグレーズしたものである。南アメリカと同種の大型プランテンがフィリピン南部で栽培され、フィリピン市場での勢力を拡大しつつある。スリランカではアッシュプランテンと呼ばれる品種が料理に用いられる。しばしばアーユルベーダにも使用される。花はケセルムーアと呼ばれ、こちらも料理に使用される。ホンジュラス、ベネズエラ、コロンビアの中央部では 熟したプランテンをスライスして炒めたものをダハダスと呼ぶ。ベネズエラのパベジョンクリオジョのような伝統的な料理に含まれている。ホストあるいはウェーターがバランダスという属称を持つものを勧めることもある。これは皿の横幅いっぱいの長さを持つもので、属称は皿に対して柵のように見えることに由来する。蜂蜜や砂糖を加えたりバターを加えて炒める場合もあり。 その結果、より甘く香りも良好になり、金色にキャラメリゼされることになる。プエルトリコとドミニカ共和国では、同様のものがアマリージョスやフリトスマドロスとして知られている。ホンジュラスでは、テイクアウト向けの食品として一般的で、フライドチキンと共にテイクアウトし、持ち帰って食べることが一般に行われている。プルペリアと呼ばれる種類の店舗で販売されている。 パナマでも、ホンジュラスと同様に重要な位置を占め、タイタ、ベー、肉類、豆類などとともに、パナマ料理の主要な一部として、日常の食生活で消費されている。ニカラグアでは、対照的に、タハダスは未熟なプランテンを使用したものを指す。フリタンガの一部となるか、豚肉の炒め物との組み合わせか、もしくはプランテンの葉の上に、キャベツのサラダか、 フレッシュチーズと共に提供される。コロンビアのカリブ海沿岸では、タハダスは緑のプランテンの炒め物であり、炙り焼きの肉と共に食される。これはヨーロッパや北、アメリカにおけるフライドポテトの位置に相当するものである。二度揚げされているトストーネとストーネは二度揚げされたプランテンである。付け合わせ、前菜、軽食として用いられる。 プランテを4センチメートルほどの長さに切り、数秒間茹で上げる。鍋から取り出し、瓶の底やトストオネーラと呼ばれる器具で高さが半分程度になるまで潰した後、再び揚げ、塩などで味付けをする。キューバ、ドミニカ共和国、ハイチ、プエルトリコでは、鶏肉、豚肉、牛肉、エビなどを食べる前にクレオールソースにつけて食べられる。南アメリカのいくつかの国では、 トストーネは家庭で作る同様の料理と商店で購入するバナナチップスの双方を指す。ベネズエラ西部、コロンビアの多くの地域、ペリューのアマゾン地帯ではパタコーンが広く普及した料理である。プランテンを細長く切ってあげ、鶏肉、豚肉、牛肉、野菜、ケチャップ等とサンドイッチにする。 未熟なものを使用したものがパタコーン,オーンベルで、熟したものを使用したものがパタコーンアマリージョと呼ばれる。夫婦でプラタノはキューバの伝統的で一般的な昼食として親しまれている。夫婦は西アフリカから中央アフリカにかけての地域で数百年前から続く伝統料理でキャッサバ、ヤムイモ、プランテンとキャッサバを混ぜたものなどで作られる。キューバのふふも同様であるが、 突き砕かれ、薄いペースト状になりパテのようなものをボール状にする。プランテンを水から茹でてフォークで潰して、フフを作る。出来上がったフフをチキンスープストック、ソフリートと混ぜる。他のカリブ海諸国で食されるも本ごと似た食感である。ベネズエラではヨーヨーと呼ばれる伝統料理がある。タハダスのように皮を剥いたプランテンの輪切り2枚をあげ、 ホワイトチーズを挟んで、サンドイッチ状にして爪楊枝で留めたものである。溶き卵につけてヨー,ヨーが深い黄金色になり、チーズが溶けるまで炒めるアレンジもある。付け合わせカントレとして供される。チフレスは、ペルー、コロンビア、エクアドルで、緑のプランテンを1から2ミリメートルの厚さに、スライスしたものを炒めたもの。薄切りのプランテンチップを刺す場合もある。 緑のプランテンで作られるプエルトリコ料理のモフォンゴ。モフォンゴは、プエルトリコに起源を持つ料理であり、キューバの夫婦によく似たものである。炒めたプランテンを、薄やフードプロセッサーで、シチ,チャロンか、ベーコン、オリーブオイル、スープストックと共にすりつぶし、肉、魚、貝、野菜やハーブ、香辛料を加える。混ぜたら拳2つ分ほどの高さの円筒型に、成形し、 温めて食する。通常はチキンスープと共に供される。モフォンゴレジェーノはチキンスープではなく、クレオール風のソースを中央に詰めるものである。アルカプリアはプエルトリコ風のフリッター。通常、グリーンバナナとヤウティア、プランテンをすりつぶしたものを使用する。ペースト状になったものをマサとし、これにピカリロを詰め、揚げたものである。ピオノノは、 プエルトリコに起源を持つカリブ海諸国の料理である。甘みのあるプランテンをリング状とし味付けした肉を詰め、小麦粉と卵で作った衣で開口部を埋めてあげたもの。パステロンデ・アマリージョスはパステロンデ・プラタノス・マドロスとも呼ばれる。ラザニアに似たドミニカ共和国の伝統的な料理である。ラザニアのパスタを甘いプランテンに変えたもので、プエルトリコではピニョンとして知られる。 マングーはドミニカ共和国の伝統的な料理で皮を剥いて茹でた緑のプランテンを少量のお湯と共に潰してマッシュポテトのように固めたもの。玉ねぎのソテーを乗せ目玉焼き、炒めたチーズやサラミ、アボカド等と共に朝食で食べられる。ブルキナファソのワガデグーで堂々を販売する露天プランテンは西アフリカでも一般的な食材である。カメルーン、ベナン、ガーナ、 ナイジェリアでは熟したプランテンを揚げたものを堂々と称する。プランテンを楕円型にカットし、金茶色になるまで揚げたものである。煮込むか添えられた豆、または米と共に食べられている。オシュン州の生きれでは独特の堂々が作られている。堂々生きれと呼ばれるこれは熟しすぎたプランテンを刻んで小変にし、唐辛子をふりかけに立ったパーム油で揚げたバナナチップスである。 黒くなるまで揚げた後、高さ10センチメートルほどの円錐形の木かごに詰められる。このようにして作られた堂々い切れは、冷凍庫を用いることなく2ヶ月は保存できるものとなる。ナイジェリアのボリは、焼いた、プランテン。一般に、焼き魚、ピーナッツ、温かいパーム油のソースと共に食べられている。ナイジェリア南部及び西部では、軽い昼食としてよく食べられており、 特に労働者にとっては短時間で食べられる昼食となっている。マトケもしくはマトケはウガンダ、タンザニア、ルワンダ、コンゴ民主共和国東部で食べられているプランテン。皮を剥き、歯くるんだプランテンをスフリアと呼ばれる鍋に入れ、歯から取り外した傭兵の上に置く。スフリアの底に水を張って炭火で数時間ふかすと、 調理前には白く少々固かったマトケが柔らかく黄色に変わる。これを歯にくるんだまま潰し、野菜、ピーナッツ、または肉のソースで食べる。歯はしばしば新鮮なものに交換される。南インドのプランテン料理、パランポリケーララ州では、エシャカーパム、パランボリ、またはパランポリは揚げたプランテンを刺す。通常はプランテンに 甘みのある米粉か小麦粉衣をつけ、ココナッツオイルか植物油で揚げる。ケイララでは特に広まっている軽食である。インドネシアからシンガポール、マレーシアにかけて普及したデザートである。ピサンゴレンとよく似た料理である。アルコはコートジボワールの料理である。炒めたプランテンにオニオントマトソースをかけるもので、しばしば魚の炙り焼きがプランテンとソースの間に挟まれる。 プランテンの花プランテンの葉は、熱帯地方の各所で皿として使用されている。画像は、インド南部カルナータカ州の昼食掘り出された、本敬市場で販売されている、プランテンの家系アッサム州でポスラに使用される、プランテンプランテンは一つの家系が花をつけるのは一度だけで、ある。すべての花は、果軸にあり、分かれた花房の先に、果て指となる雌花が咲き、 初期の少数の家剖が欠実する。フィリピンでは、プランテンの果女が、プソ、ランサギンと呼ばれ、食用にされる。ベトナムでは、棒の先にある若いお花をサラダにする。ラオス料理では、カオプンに、生のものを具として使用する。インドのアンドラプラデーシュ州とタミルナード州では、ポリアルもしくは、ペラートルと呼ばれる、ドライカレーに使用される。ケーララ州のトーランでは、 カボウの付け根が使用され、需要に富むと考えられている。カルナータカ州では、カジョが甘酸っぱいゴージュに使用される。プランテンの葉は、全長2メートルにも及ぶ。バナナの葉によく似ているが、より長く強靭で、料理しても無駄になる部分は少ない。ラテンアメリカでは、水白で軽くいぶすことで風味と香りをつけ、柔軟性を増し、貯蔵に適するように加工される。ベネズエラでは、 雑貨店や露店でかなり広く取り扱われており、早カを包むために用いられる。ニカラグアでは、中たまる、ビゴロン、バオ等が包まれる。エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、パナマ、ホンジュラス、ペリューでは、タマレスの仕込みや調理に包むために使用され、各種の味付け肉を包み込むことで風味を閉じ込める、役割を果たしている。 プエルトリコのパステレスは新鮮な緑のプランテンで生地を作って豚肉を詰めプランテンの葉で包んで蒸し焼きにしたものであるアフリカでも同様に料理に使用されており乾燥させたプランテンの葉でトウモロコシの生地を包んで茹でたものがガーナ料理の県家であり粉胡椒、玉ねぎ、トマト、魚と共に食べられているインド南部では伝統的にプランテンの葉がターリーや サディアの皿として用いられている。伝統的に歯に乗せる様々な食物の配置には重要な意義がある。また、多くのヒンズー教の儀式においても宗教的な意味を有している。これは微細ではあるが、不可欠の香りを料理に加えるものである。ケーララ州では、エーダやカリミーンポリチャスにプランテンの歯を使用する。アーンドラプラデーシュ州、カルナータカ州、タミルナード州では、 祭りのような特別の機械に食器として、プランテンの葉が使用される。イドリアコルカッタイを料理するための包みとして使用される。プラスチック製品に置き換えられてはいるが、食物や花の包装としても広く用いられている。フィリピンでも同様の料理が存在している。根茎は繊維質とデンプン質からなり、その多くが食用に用いられる。インドのアンドラプラデーシュ州では、 ドライカレーに用いられる。根茎は花が咲く時期までは柔らかい葉に覆われ、デンプン質が豊富である。果実の収穫後、プランテンを切り表皮を剥くと円柱状の柔らかい、わかめを採取できる。アーンドラプラデーシュ州シュとタミルナード州では、これを小さく刻んで、サラダやドライカレー、カレーに用いられる。わかめは食物繊維が豊富で、便秘を避けるために、 大いに効果的であると考えられている。摂取にはジュースを絞るかサラダを食することが一般的で、現地では胃潰瘍や人血石などの各種の慢性病の治療に効果的であると考えられている。刻んで蒸し、マサラを加えて炒めることで良質の一皿となる。アッサムゴデポスラと呼ばれるこの料理はアッサム料理の重要な一部である。ケーララシュート。 アンドラプラデー主州では結婚式などで出されるトーランをプランテンのワカメで作る。また、脱ぎた皮は農家に花や金馬の鳩をまとめる出荷用の縄として利用される。乾燥させた洋賞や家計は裂かれて良質の糸となり敷物、ガーランド、包み布などが作られる。伝統的に樹液が火傷や軽い擦り傷の応急手当てに使用されている。エチオピアでは 数種のわかめを調理して、食用とする。プランテンは炭水化物の供給源である。有益なタンパク質を含みカロリーに対する比率は、キャッサバやサゴヤシに勝るものの、ヤムイも、トウモロコシ、ベー、ジャガイモ、小麦といった他の主食には劣る。グラム単位で比較すると、必須アミノ酸含有量は乏しく、キャッサバ以下となる。脂肪分も少なく、 高いデンプン量を合わせ持つことから、老人病患者の食事となりうる。また、胃潰瘍、セリアック病、大腸炎の患者に対する代用食としても、利用可能である。ベータカロチンはごく少量。ビタミン C は、サツマイモ、キャッサバ、ジャガイモと同等であるが、土壌、成熟度、柵柄、周辺環境によって左右される。以下は、プランテンと他の主食の栄養比較である。 ただし、この値は生のものであり、直接摂取する量ではない。わかめや加工、調理によって消費可能なものとなるが、数値は異なるものとなる。プランテンとバナナに対するアレルギーが報告されている。症状は摂取後1時間以内に現れる。症状は食物アレルギーの性格を持ち、軽度のものではかゆみや唇、舌、口外、喉の,の腫れが発生する。 重いものでは激しいかゆみ、人麻疹、粘液を伴う腫れ、胃痛、花粉症、喉の狭窄、喘息があり、さらに血圧の急激な低下を伴う深刻なアナフィラキシーショックも起こりうる。アレルギーは2つの形で発生する、プランテンを含むバナナアレルギーは主要な5種のアレルギーには含まれないが、子供と成人を通じて稀なものではなく、花粉症、ラテックスアレルギー、 植物性の食物に対するアレルギー等よりは高頻度である。ありがとうございます。